はい、こんにちは、スレトルトと申します。ロストジャッジメント実況プレイ始めていきたいと思います。とうとうファイナルチャプター、ラストの章に入ってきました。夜明け前が一番暗い。そうなのかな、夜の方が暗くない？無水かな、そういうの。でもラストですよ、とうとう。どうなるんだろうね。さて、ラスボスかな、相馬が。捜査官であるならば、逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せる。相馬の裏の黒幕ってことですよね。坂東じゃないのかな。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、うん。誰も知らないはずのその場所に、赤池相馬が襲撃を仕掛けてくる。赤池がつけられてたと。それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。赤池の存在を知ってんのは楠本玲子だけだったからね。楠本ね、充くんが起きちゃったんだよな。一服してるな。すごい一服してんな。一切一服できるね感じの状況じゃないと思いますけど、まあ、みつるくんのためにも鬼にもなりますよね、起きちゃったら。キャバクラおじさん。源田先生。キャバクラ兄ちゃん。夕べの横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。うわっ。1名死亡。赤池なのにな。焼けてしまって身元不明。それが八神の言ってた赤池くんか。公安はもう何でも隠せるからずるいよな。爆発に巻き込まれてねえからな。相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てません。これって公安が情報操作でもしてるってことですかね。してるってことです。公安だってそこまで万能に何でもはできねえと思うがな。でもやってんじゃないの。まあ、夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ、警察がテロと考えるのが妥当だろう。まあそれはそうだね。そうかもしれませんね。やってるよこれは。この先赤池君の身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑名だの相馬だの得体の知れないやつばっかだ。うん。となりゃ捜査は難航。そのままお宮入りかもな。お宮入り。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、政権はびっくりするでしょうね。ここまで物語というかね、つなげられるのかな事件を。ゆうべ電話よこしたきか。いえ、さっきメールで連絡がありました。あ、みつるくんとこ。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。怪我の治療ではなく、怪我したけどな。関係者と会いに。完全に怪我はしてたけどね。病院にいる関係者って楠本玲子です。いや、会ってくれないでしょこれ。いや、どうなるんだろう。あ、早速だ。13年って信じらんないよ。そうな、目が覚めてた。17歳だと思ったら30歳きついな。俺の実況歴分飛んでるわけだもんな。また仕事すぐ戻るよ。忙しいもんな。人と話してくるだけ。先生ですから。もう鏡は置いときなさい。よかったね、でも起きて。それはよかったなと思えるわ。ここからは母として強くなっちゃうんだろうな。俺たちの年金は奪われますね、これは。勝ち目のないギャンブルに使われちゃうわけですよ。勝ってくれりゃいいけどな。お、これ八神いいんじゃない？お、あ、桑名がいいのか、あれ。なんか後ろ姿桑名っぽくなかった？違うかな。ほうほう。たっぷり間を使いますね。ここに座って誰かがいるのかな。八神ですか。怪我してますね、やっぱり。あなたが桑名を公安に売ったのは充くんが目を覚ましたから。まあでもこれはもうなんか、ね、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えた充くんとまた別れることになる。自首しないだろうな。それもあります。そうね。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。確かにこんな状況でさ、逮捕されたら気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目ではお母さんが逮捕されたらバッシングも来るだろうし、マスコミも。ハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。そうね、まあどうすんだろうな。いやこの坂東もラッキーだよな坂東も諦めたもんね。あ、無理なんだなってな。ここどこ、これ運命的だよな。お母さんを自首させたくないみたいな風に捉えちゃうよね。そういう風に運命がね。まあでも起きたことは良かったとは思いますけどね。でも罪を普通に暴かれる、そうな、罪暴かれるよりは自首した方が罪は軽いからね。そういう意味では自首した方がいいんだけど。こうなると、うわ、どうやら状況が変わりましたね、楠本さん。声悪いわ。今そんな話せんでええやろ。一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。一人だけならあなたには守るべきものがあるじゃないですか。しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまう。守るべきものがあると強くなるって言われますけど、それを守りましょう。守るべきものがあると弱くもなるよね。私たちとすごい難しい。手を取り合って、まあ、もう一回帰れお前。今大事なとこなんだから、お前一回帰れよ。空気読んで一回帰れ。明日来い明日。いや坂東ラッキーだな。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。まあそれはそうだね。そしてゆうべは赤池君が首を切られて死にました。赤池もそうか。桑名もそこに加わることになるんですね。まあそうね。俺も危ないのかな。精神攻撃してます。あの方は昨日スピリチュアルアタックです。どんな様子でしたか。桑名はRK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察知しました。桑名のことは感謝してるだろうからね、楠本さんは。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。精神攻撃が続きます。あなたの河合深夜への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だから桑名は多分充君が起きて喜んでるとは思うな。あいつに任せます。どの道俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。河合殺害の証拠は桑名が出してこないと無理だな。今日ここに伺ったのはなんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。充君が順調に回復することを祈ってます。いや難しい話だよな。正義 VS 正義。八神はね、やっぱジャッジアイズの時の出来事があったからね。先送りにしていくとね、人が死んでしまうわけですよ。真実から目を背けたりするとね。まあ相馬がラスボスなんだろうか。これからどう動くかまずは相談だな。つくも課に行ってみんなと話そう。いやマジでどう動くんだろう。すごいね。もう俺だったらもう何も動けないというか、どうすっかなーってなるなとりあえず飯でも食うかなってなるな。どうもー、八神氏。もうお戻りで、体の調子はどうです夕べは爆風で吹っ飛ばされたんですから。爆風で吹っ飛ばされる機会ってないだろうな。なかなかいい経験させてもらったよ。全然怪我してねえもんなタフですなあ。楽しそう。さすが神室町の探偵。よう来たなターボ。こっちは桑名の居所を町で聞き込んできたとこだ。桑名どこ行ったんだろうね。収穫は聞かないで。手がかりはなかった。まあね。ちなみに町はどこ行っても RK の連中がうろうろしてやがる。 RK だな。桑名のやつがどっかでとっ捕まったら何かしら動きがあるだろうぜ。桑名な。これ昨日桑名から渡されたんだ。それだ。江原敏郎の写真。なんかあんだよこれに。桑名さんはこれを渡すためにわざわざ八神氏を呼び出したんですか？写真抜いたらなんかあるとか。江原に渡しといてくれってことだったんだけど、なんか書いてあるとか。なんだよ。日々入っちまってんじゃねえか。爆発したからな。ちょっとつくもの方で調べといてくれるか。ただのペンダントってことはないと思う。承知しました。詳しくわかるまで江原には渡さないってこと？そのぐらい別にいいだろ。俺は昨日そのせいで爆死するとこだったんだし。これが最後のピースになりそうだね。江原の痴漢裁判は、そっか、控訴一応することができたんだもんね。沙織さんが控訴の準備中。日程はまだだけど、裁判所もなるはやで動いてくれてるよ。その裁判でこっちの訴えが認められれば、自然と桑名の存在も明るみに出る。そうね。それって楠本玲子とか公安にとってはあまりいいことじゃねえよな。ああ、桑名の素性とかこれまでにやってきた殺しが知れれば、そうね、多分楠本玲子も関連を疑われることになる。そんな状況になったら年金運用をどうこうできる立場じゃなくなるからね。そうね。なるほど。立場が落ちちゃう。みんな陰でこそこそ自分の正義をぶつけ合ってる。でももうたくさんだ。早くケリをつけないと桑名は公安に消される。俺はあいつをそんな風に死なせたくない。桑名がそう死んじゃったらもう全て終わるからな。話はこれからどう動くつもり？江原の裁判に向けて沙織さんをサポートする。そうね。なんだか振り出しに戻った。ここから事件は始まったっていうかね。ま、とんでもないですよ八神氏。痴漢裁判を取り巻く状況は当初と大きく変わって完全に別物です。僕は真実を追うというただそれだけのことがかくも大変なのかと思わずにいられません。そうだね。でも真実を暴かなきゃ助けられない誰かがいるし、浮かばれない誰かもいる。そんなの黙って見てらんないよね。やっと分かったか。悪くねえ仕事だろ探偵ってのは。みんなは引き続き尋常で桑名を探してくれるか。俺は江原の件を沙織さんと打ち合わせてくる。了解です。異人町の監視を強化しますぞ。こっちも行くぞ杉浦。お仕事の時間だ。はいはいっと。いや海藤さんってさ、なんかパワーキャラみたいなイメージあるけど、ずっと賢いよね。ロストジャッジメントなんかジャッジアイズの時は普通にね、頭脳派じゃなかったと思うんだけど、普通に海藤さんの起点とかすごいよね。彼女に沙織さんと江原の控訴に備えるか、全部お任せってわけにいかないもんな。いやー、いろいろやりたいこともありますけど、ちょっと物語進めたいね。気になるねこれ。だってどうやって物語をさ、どうやって裁判に勝つんだとかさ、どうやって罪を認めさせるんだとか、一切想像つかないよね。こんにちは。どうしたらいいっすかねこれ。おっ、勢ぞろい。なんだお揃いじゃん。真冬もいる。あれ、白崎先生からお呼びがかかったんだ。沙織さんのお前がカムロ町を開けてる間、好きだな、雑用の手が足りないってんでな。沙織がそんな言い方するわけないでしょ。まあでも雑用は嫌いじゃないんです。八神さん、ちょうどいいところに来てくれました。おお、これから改めて江原さんと接見しに行こうと思います。待って、まだペンダントの調査が。分かった。でも何を話す？痴漢の無実を主張するには、やはり同時刻にあった御子柴殺害が江原さんの犯行だったと証明しなければなりません。自白とかはしてくれないよ絶対。ただし殺人動画は証拠として認められないので、他の材料が必要です。証言しかなくない？裁判長から出所不明のネット動画は法廷に持ち込めないと言われたんだったな。要は新しい証拠がいるってことだ。え？もしかしたらまだ見ぬ殺しの証拠がどっかに残ってるかもしれない。そんなのある？江原と接見して本人の口から聞き出す。いや無理でしょそれは。難しいとは思いますけど、でもそうです。本当は僕も行きたいんですけど、こっちも東さんの仕事を。監督しなきゃいけないもんで。はあ、それじゃあ俺が星野くんの部下みてえじゃねえか。星野先生と呼んでくれていいですよ。こいつ強いな。だからそんな舐めた口よくヤクザに。八神くんにだけは本音で話しているみたいね。まあそうね。だから八神くんが行けばきっとまたこれまでになかった反応が期待できるんじゃない？ああ、とにかくやってみるよ。俺も江原とはもう一度話したいと思ってたし。よかった、沙織をお願いね。それより真冬はこんなとこいていいのかよ。検察から裏切り者だと思われない？確かに。何言ってんの。私は弁護側の情報を盗みにここ来てるんだから、今の話も高野検事に筒抜けだと思ってじゃあ用心しなきゃな。では私は支度がありますので、八神さんは少し時間を潰してていただけますか。少し時間を潰す。そんなにお待たせしないつもりですが、準備でき次第電話します。分かった。はい、ちょっとブラッとしろってことか。いや、ペンダント。僕はこれから江原の奥さんに話を聞きに行ってきます。おお、それ確かにいいかもね。横浜に別居中ですけど、御子柴殺しについて江原から何か聞いてたかもしれません。東さんにも手伝ってもらうつもりです。東にどう手伝ってもらうの。ああ、でもそのそれは悪くない、ちょっと考えかもしれない。支度でき交差前に江原さんと話すのはこれで最後になるかもしれません。八神さんもそのおつもりで。とりあえずあのペンダントを持ってこう行かなきゃ何も話は進まなそうだな。街ん中は相変わらず RK が幅利かせてやがんぞ。もう RK 嫌い。最近は特に登場会だった連中が堂々と前面に出てる感じだ結局一人で動くときは用心しろ。はい、別に心配してるわけないじゃない。結局ね、登場会なんですね、龍が如くスタジオのゲームは。沙織のことを江原の近い裁判は警察にも検察にもナーバスな件だから、沙織一人じゃ大変だと思う。沙織さんきついよ。私もできる限りのことはするから。ありがとう。ちょっと前作に比べてあなた影薄いですね。いや、ペンダントもまだ来てないんじゃないの？なるほど。残念ですね。残念です。殺人動画証拠扱いされないと。あれは法廷で披露してほしかったですよ。一人でも多くの人に。法を嘲笑いたいからな。動画の内容を事実と認めたら、その時点で痴漢の一審は白紙、無罪にひっくり返ります。検察としては断固江原さんの御子柴殺しを受け入れられません、下手したら今仮にあんたが殺しを自供したとしても無視しかねない。それはいい。どう転んでも私は痴漢の実刑だけで殺しの罪を免れる。ああ、俺らにはあんたや桑名の仕掛けが全部わかってる。ただそれを裏付ける証拠がない。江原は何も言ってこないでしょう。お気の毒です。ところで刑務所を出たらあんたは御子柴殺しを告白するって言ってましたね。これは法を笑ってますよね。それで痴漢の冤罪を訴えられるし、法廷がみすみす御子柴殺しの犯人を取り逃してたことも嘲笑ってやれる、ええ、法が信頼に足るものではないと世間に教えてこの人にとってはもうこの上ないストーリーだな。それは通じて大々的にやりたいですね。なるほどね。なるほど。その時は何か殺しの決定的な証拠でもあれば告白に真実味が出ますね。口滑らせないだろ。もしかしたらそんな何かをあんたはもうどこかに隠し持ってたりして。ナイフとか？ほう。レッドナイフ。江原のこの反応は悪くないな。本当に何か御子柴殺しの物証残ってるのかも。まあ後々御子柴殺してましたっていう証拠品を出さないとまあ大々的にできないもんね、後々出た後。今度の控訴で俺らも何か新しい証拠があるといろいろ様になるんです。いや、でも出してくれないでしょ。頭のいい先生たちがそんなことを泣きつきに来たんですか。私は法廷で殺しを認めるつもりはないと言ったはずです、だからその証拠も出す気はない。そりゃそうだ。証拠を出す気はないということはあるんですね。ということは何かあるんですか。まだ私たちの知らない御子柴殺害の証拠。まああるんだろうな何があるんです江原さん、話さないだろ。仮にあったとしてもあなた方の手には入りません。変に期待させてしまったのなら申し訳ないですが。殺しの物証が残ってるとしたらなんだ。江原は何を隠し持ってる。死体の一部。うわー、確かにありそう。生島の死体に残した署名。なんだそれ。ま、これはでもなんかどこかがないみたいなのはなかったような気がするな。今まで凶器かな。御子柴殺害の凶器、血とかついてたらね。そういえば神奈川県警の刑事が言ってました。そうなんだ、あのナイフが見つかってないんだ。殺しに使われた凶器がまだ見つかってないって。なるほど。凶器は確か動画にも映ってましたね。で動画と合わせて証拠になるってことだ。ナイフです。殺害現場で凶器が見つかってないんだとしたら、犯人もしくはその一味が持ち去った可能性が高い。普通の犯人なら凶器はどこかへ捨てるなり始末します。でもあんたはそうじゃない。どこにあるんだろう。法の目を出し抜いて息子さんの仇を取ったと大々的に嘲笑ってやりたいと思ってる。桑名が持ってるとか。それででも桑名捕まりそうなんだよな。痴漢の冤罪で服役した後、あんたが御子柴殺害を告白したって証拠がなけりゃただのたわごとだ。そこに説得力を持たせるにはまだどこからも見つかってない凶器の後出しは実に効果的です。そうね。法廷での議論を証拠一つで全部ひっくり返して、それを今見つけることができたらでかい。いい調子じゃないですか。ならどこにその凶器を隠したかも推理したらいい。あんたは異人町で御子柴を殺した後、確かにすぐに池袋の駅に向かわなきゃならなかったはずだ。そうね。ただし現場には共犯者もいた。桑名？すると凶器を隠す時間はいくらでもあったことになります。ああ、だから推理できるのはここまでってことか。他に話がないなら戻らせてもらう。桑名が姿を消しましたよ。お、江原さん、桑名危ないんですよ。公安があいつの存在に気づいたんです。公安だからあんたの復讐に最後まで協力できなくなったと、そう伝えるよう桑名に言われました。証拠は桑名が隠した。そうですか。でもそういうことなら彼にはもう十分力になってもらった。もともと二度と会えないものと思ってて。このままじゃあいつは逃げ切れません。公安に捕まった場合、その先にあるのは公正な裁判なんかじゃない。連中は桑名を闇に葬ります。桑名は恩人ではあるからね、この人たちにとっては。どういうことだ。お、何が起きてる。桑名のことは好きじゃない。好きということか。俺はあんたらが虎の尾を踏んだと言いました。その虎が公安だったと。警察だからね、この人も。でもあんたらのしてきたことを全部明るみに出せれば公安も迂闊には動けなくなる。桑名を助けるにはもうそうするしかない。手貸してくれ、江原さん。私は御子柴殺しを法廷で認める気はない。まあそりゃね。そんなことをして敏郎を見捨てた方を取り繕わせたりはしない。桑名さんにも私にもそれぞれ信念がある。そのために命を捨てると誓い合った。まあこの人たちはマジで死んでもいいって思ってそうだもんな。そう言って考えることから逃げたいだけだろ。そうかもな。いやー、それは言ってくれないよ、このくらいじゃ。せめてペンダントで何かがね。私が八神さんに依頼したのは江原さんの関わる2つの事件、電車内での痴漢と御子柴殺害を調査してほしいというものでした。でももう一つ依頼を追加させてください。弁護士バッジはまだお持ちですよね。あ、弁護士として江原さんの控訴、八神さんも弁護人としていらしてください。今度の裁判には八神さんが必要です。ああ、いいね。弁護士としても立つのもいいよね。いい俺が弁護すると高いんだけど。源田先生にはよく言っておきます。分かった。毎度どうも。弁護の仕事より裏の仕事、こんなこともあろうかと、探偵の仕事の方が高いだろ。これいつも持ち歩いてんだ。絶対なくす。俺ならなくす。俺？そうあ、かっこいいけど、でもどうすんのって思うよね。ペンダントがもうちょっと早く間に合えばなんかあんのかなとも思ってたけどさ。いや、どうすんだろう。マジで最終章じゃなければさ、まだまだ、なんか自分もね、俺も余裕を持って見てられるけど。陣長で海藤さんたちが桑名を探してる。向こうに戻る前にやり残しあったかな。あ、これがカムロ町での最後の自由時間となります。やり残したことがある場合、これが最後のチャンスです。念のためセーブデータを作成することをお勧めします。またこれより先は物語がクライマックスに向かうため、イベントシーンが長時間にわたって連続します。今までもだってイベントシーン長時間にわたって連続してなかったか。今まで十分なプレイ時間を確保した上で酒進まれることをお勧めします。途中でセーブが可能なタイミングもありますが、後戻りはできないため、今ここで保存するものとは別のスロットに保存することを強くお勧めします。すげえ、こんなこと言われたら焦るな。今ここ保存して、で、もう一個一応保存しとけっていうことを俺に言ってるんですね。準備を整え、偉人町へ向かえ。まあ確かにここでやることもまあいっぱい残ってはいるんでしょうけど、えっ、こんなとこに警察署できてる。え前までなかったでしょここ。あれ、ここドン・キホーテとかじゃなかった？ここ今まで違ったっけ？今までのジャッジアイズね。新宿も変わっちゃったのかもしれない。どうなんでしょうね。まあユースドラマとかね、ちょっとやりたいこともあるんですけど、まあ、後々プレミアムアドベンチャーっていう形で、できるタイミングは多分あるとは思いますので、ちょっと進めちゃいますか。あー、ちょっと物語見たい。ちょっと俺はもう我慢できねえわ。ストーリー進めます。行くぞー。どうなるんだ？お、つくもか？空飛ぶ魚大量出現してんのか。よう、タボ。おう、今どこだ？見つけました。ちょうど横浜に戻ってきたとこだよ。何、もしかしてどっかから俺のこと見てた？今頃気づいたか。お前がいかがわしい店に通ってるのもガールズバーバレてた。ガールズバー通いが。海藤さんはどこにいんの？むしハンピン・リューマンのとこにいる。星野君と東も来てるぜ。ハンピン・リューマンのとこに星野君も。そういえば横浜に行くって言ってたな。江原の奥さんと会うっつって。江原の奥さんどう思ってんだろうね。来られるか。ちゃんと手抜かずに仕事してたか。報告に来いや。証拠があるってことは分かったけど、すがすがしいほどに偉そうだね。奥さんが持ってたりすんのかな。じゃあな。お、みんないるね。星野くん似合わないなここ。お、つくももいる。フルメンバー勢揃いって感じだな。今回の仲間たちですね。主役をお待ちしてたんですよ。つくもが増えたな前作から。向かってごますれんな星野くん。ごまをすれるのは高いコミュ力の証ですぞ。お疲れ様、八神さん。こんにちは。なあ、座れやタボ。すげえ、今回の仲間。テッソーもいるかな。テスもいるね。そうか。じゃあお前また法廷に立つんだな。そうね。沙織さんのサポート役だけど、ね、証拠の一つでもないときついよ。ああ、なるほど。そうなると僕は江原さんの控訴を法廷にいなくてもいいんですかね。お怒りだな。ん？いや、どうだろう。そこは沙織さんと話してみたら。八神がいるならいなくていいだろう。ひどい、ひどすぎる。星野くんやべえな。弁護人って2人いなきゃいけないのか。2人しか入っちゃダメなのかな。僕だって役に立ってるじゃないですか。それなりに頑張ってますよ。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろう。青い野郎だなこの弁護士先生はひどい。星野くんがこのメンバーだと星野くんがいじられキャラになっちゃうんだな。ギャングに口で言いまかされちゃってるよ。弁が立つのにな、弁護士は。報告はそんなとこ弱い。そっちはどうだった？証拠の話しろ、証拠の話。ターボ偉人帳でみんなが聞き込んできてくれた情報を改めて整理しよう。桑名の居場所は分かったか？ノーでしょうね。桑名の居場所はまだどこにいるかつかめない。つかめないだろうな。あいにくな。偉人帳中を聞き回ったんだが手がかりなしだ。 RK も桑名を探し回ってる。奴らまた俺らがかくまってるんじゃねえかって目光らせてるよ。それは裏を返せば向こうもまだ桑名を見つけられてない。まあそういうことになるね。 RK が探してるってことは。なるほど、そうとも言えますね。桑名逃げるのうまいね。桑名さん、この間の船の爆発で本当にちゃんと無事だったのかな。すごい飛びようだったもんな。すごすぎるよなこの飛びよう。無傷かはわからないけど、俺と会った時あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。顔も変えるって言ってたな、名前も。問題はこれから先の話だな。楠本玲子に裏切られたと知った今、桑名がどう動くつもりなのか。いやでも楠本玲子を結局に敵対することはないだろうな、桑名は。桑名もそう考えるんじゃないか。いやー違うと思うな。裏社会を長く生きてりゃ当然の発想だ。違う気がするな。今頃楠本玲子を付け狙ってるとかよ。ああ確かにそうかも。そうなるかな。偉人帳でみんな、そう、江原の奥さんはどういう人だったんだろうね。星野君と東はもう別居してるらしいけど。ねえ、ただ収穫はほぼなしですね。まあでしょうね。奥さん、江原からは特に何も聞かされてなかったようだ。4年前に一人息子が自殺しちまって、それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。これは悲しいね。離婚してないのは手続きする気力もねえからだとさ。敏郎君と暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたいです。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、もう気力がないんだな。その間もずっと無関心な顔してて、そうなるよな。江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた？興味ないそうです。その裏で息子の仇を撃ってたかもしれないことは？神子柴の殺害動画も奥さんは見てない。見てないって言ってました。マジで？なんていうか何の興味もないのかな。せっかく横浜まで来たってのに冴えねえもんだ。でも自分の夫があこれは仇撃ったんだとか思うんじゃないのって思うけどね。まさか痴漢したなんてな。もう本当にもうなんか冷め切っちゃったのかな。息子が死んで最後のね、もともと冷め切ってたけど、息子が死んでもう本当に切れちゃったんだろうな、線が。偉人帳で RK は今どんな様子？うろうろしてるんでしょうね。どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。それに向こうはみんな俺らの顔を知ってるようだ。遠巻きにじっと見てきやがるから視線が鬱陶しくてしょうがねえ。敵対してんだな完全に。おまけにあいつら偉人帳にねえおろす気でいるみてえだ。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。嫌がらせ？ああ、仇の客と思ってると食い逃げするわ、難癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。それで奪い取ろうとしてんだろうな最終的に。そこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒代せびってきやがる。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。それもずいぶん昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。相馬はそうなんだ、ね、あいつまだ偉人帳にいそうか？いやあいつの情報は全然でな。偉人帳にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう。相馬は阿久津と違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのはかなり骨だぜ。阿久津も死んじゃったの悲しいね。公安の手を借りてるならなおさらです。よほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょ。ラスボスかな。バンドもぶん殴ってやりたいけどね、同時に来ないかな。戦いたいよね。みんなの報告はこんなとこか。ダメそう。そのようですね。では僕はもうこれで。ペンダントを引き続き桑名さんの情報を集めたいと思います。うん、ネットとか使ってな。ちゃんと無事でいるといいんだけどね。なんかあんまり結局物語が進展しないな。どうすんだろうっていう疑問がずっとあるわ。菅野さんも杉浦さんもしっかりやってるんですね。やってますね。それに引き換え今回影薄いね、星野くん。かわいそう。段持ってるって空手の腕も全然生かされねえしね。そういえばそうだったか。僕は縁の下で力を発揮するタイプですからね。じゃあそろそろおいとまして神室町に戻ります。結構遠いよ、横浜からだったら1時間ぐらいかかんのかな。この後はどうする多忙。今夜はもう上がりか。じゃあテッソーと同じ布団で寝るか。止めてくれるっつってたぜ。ありがとうテッソー。別に構わねえ。テッソーお願いするよ。どうするよ。お、一晩止めてもらおう。じゃあ一晩止めてもらえる。でもわざわざこんなとこで寝るってことはなんか嫌な予感するよな。なんかつくもの事務所が危ないとかあったりせんだろうな。大丈夫か。つくもんとこで寝るのがいつものあれなのに。どうした、ひげ剃ってんのか。桑名も相馬も見つからないみたいだし、もう一日でやれることはないかな。準備を整える。なんかもう物語すごい進展しそう。始まりそう。俺はしばらくこっちに残って兄貴と動くぜ。暇だからなゲーセンの。お前らに手貸してやるっつってんだ。かっこいい。どうやらでかい敵らしい。ここで抜けちゃ男が廃るってもんよ。いや優しいよな東。かっこいいよね。人気投票1位なだけあるな。めっちゃ飛んでるドローン。めっちゃ操作してる。ああ多忙。ハトですね。ハト。テッソーがドローン飛ばしてみせろって言うもんだよ。自分らの島を上から見んのは初めてだとさ。まあそうだろうな。ああ面白いもんだな。俺も今度自分の買うわ。テッソーもいいキャラになったな。あ、もう喋れないのか。うわー、これが偉人町での最後の自由時間となります。もうこれは始まっちゃうんだ。動くんだ。もうやることは全部済んでる。行くぞ俺は。じゃあよかった。つくもくんがちょっと八神さんに見てもらいたいものがあるんだって。ペンダントか。つくもくん上にいるからすぐ行ってくれる。ありがとう。ペンダントか。よしラストまでやるぞ。つくもくん、八神さん来たよ。こんにちは。何かあったのか。ええ、八神氏が桑名さんに託された例のペンダントの件です。あれはですな、どうやら入れ物に過ぎなかったようですぞ。入れ物に過ぎないって何の。中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。危なかったね。割れそうだったね。中には動画データが入っていました。動画データ。内容は江原が三越場博を殺害していたあの動画です。追加のシーンがあるわけでもなく、以前我々が見たままの。でも元ファイルおかしいな。桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を冒して俺と会ったんだ。実際そのせいで RK の襲撃を受けてる。なのに中身はネットで拡散済みのあの動画だけ。なんかあるんだよ。ただしこの中の動画はコピー元のオリジナルデータです。ビデオで言えばマスターテープ。マスターテープであるっていうことを証明できるのかな。いかなる加工も入ってません。どういうこと。なんでそう言えるんだ。実はこの SD カード自体が非常に特殊なものなんですよ。そんなのがあんの。普通に店で買えるものではなく書き切り型媒体と言われるものです、例えばデジタルカメラで何かを撮影した際、この SD カードに記録された画像は加工も消去することもできません。消去もできない。その特性から鑑識が事件現場を撮影する時にも使用されます。つまりこの三越場殺害動画は加工されてないと言えるのです。すごい。今度の控訴でも証拠になる。いけるかそんなこと。検察や裁判長に交渉する余地は大いにあるかと。知ってるんだろうな、よく使われるんだろうな。ところ不明のネット動画とは一線を画します。すげえ、ね、もしかしてそれだけで今度の裁判勝てちゃうんじゃない？そこまでは保証できません。これを狙ってなんか襲ってくるとか。でも桑名さんが危険を犯した理由はこれで説明がつきます。この中の動画はたった一つのオリジナルだから、信用できる人間にしか渡せなかったんですよ。桑名渡した。それを渡したってことは、江原が殺人に捕まることを良しとしたってことか。江原のためにもなるよっていうことを桑名は思って渡したってことなのかな。裁判に出すってことも分かってるだろうしな。書き切り型媒体に入った殺人動画。桑名はこれを俺に法廷で使えって言ってるのか。桑名はこれを江原に渡してくれって俺に言ってたんだ。そういうことだよね。ですが事前にペンダントを調べられることは当然予測してたはずです。そうだね。桑名さんはおそらく八神氏にこの証拠をどう使うかも含め、もう最後の最後は全てを委ねたんじゃないでしょうか。もう任せたんだな。公安に追われる桑名さんはもう明日をも知れない身です。どうやってもそれを江原さんに渡せなくなるかもしれなかった。だから全て八神氏に託したのですよ、きっと。なるほど。なら俺の答えは決まってるよ。俺は御子柴殺害に関わった連中全員に法廷で光を当てる。江原や桑名、その教え子たちにな。それが公安を表に引きずり出す第一歩になる。なるほどね。この SD カードはその突破口になりうるものだと思います。八神さん、爆発に巻き込まれた甲斐があったね。だな。高い代償だな。誰か。おお、なんでお前が。つんか。マッツン。なんでここに。さっきミスケンのやつらに聞いて。おお。八神さんがこの探偵事務所にいるって。マッツンどうしたお前。あったのか。ちょっと。茜がやべえ連中とつるむようになってさ。あいつ。それで。八神さんには話しといた方がいいかなってことがあって。あれだよね。少し込み入った話のようですね。御子柴が先生が好きだったあの性悪女だよな。茜ってお前がよく一緒にいたあの子だよな。まさかここで生徒が。確かバスケ部で御子柴と仲良くしてたんだ。ひねくれた感じで幸田さんのことをいじめてた。やべえ連中とつるむようになったっていうのは。最近東京から来た半グレ。悪そうなやつ好きだなお前、相変わらずこいつ。なるほど。不良をモテるからな。中高生、中学校、高校は。いらねえことまでベラベラ喋っちゃったらしいんです。八神さんのこととか。まあ別にそれぐらい構わないけどさ。でももう RK には関わらない方がいい。あいつらの幹部は組み抜けたヤクザたちだ。やっぱやべえやつらなんですよね。やべえやつらだよ。どうした？とんでもねえ。茜、そいつらに聞かれたらしいんです。八神さんが一番可愛がってる生徒を教えて。おい、天沢じゃないだろうな。それであいつ。幸田。幸田の名前を出したらしい。幸田なんだ。なんだと。別に可愛がってるかは。さすがになんかまずいと思って、その後俺に電話してきたんです。その幸田死んだらな。なんか RK と揉めてんですよね。もしかして幸田が狙われるなんてことあります？幸田さんと連絡つくか。それが。電話繋がんないんですよ。茜の方は。そっか。電話しています。松は最後ちゃんと謝ったもんね。許されないかもしれんけど謝ったし。もしもし、松。茜、お前大丈夫か。お前今どこ。御子柴先生のところ。RK の人たちと一緒に。あそこか。御子柴先生の死体が見つかった建物に来てるの。やばそうだな、怖い色が。もう八神と会った。なんでそれを。八神だ。そっちに幸田さんは。いる。八神さん、ああ八神か遊びに来いよ。場所はわかんだろ。もうダメだ。誰だ。誰でもいい。すぐこっちに来い。早くしないとコウダちゃんにいたずらしちゃうぞ。お前もうやってるだろいたずら。絶対やってるよこれ。どういうつもりだ。来たら教えてやるよ。分かってんだろうが、サツにチクったら俺らは消える。ひどすぎんな。重慶たちは死体も出ねえ。お前ら自分が何してるか分かってんのか。ヤクザはね、仇には絶対手出さなかったの登場会。急ぎな。だから半グレの方が本当に立ち悪いよね。何でもやるから。なんだよこれ。マッツンはここにいろ。つくも。あ、つくもくん。海藤さんと東さんに連絡して協力を頼みます。あと先行してドローンを現場に飛ばしましょう。言うの。さすが。頼んだ。杉浦行くぞ。よし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 。マッツン。マッツン。八神さん。急がないと置いてくよ。頑張りましょう。神子番の死体が見つかったビルに向かおう。待って。おお、どうした。まずそうだな。もしもし。八神氏、つくもです。お。今ドローンが現場に到着しました。おい、お前体を伸ばすな。と茜さんが男たちと一緒にいます。20。怖いだろうな。海藤さんと東は。連絡しました。現場に向かってくれています。分かった。まあ20ぐらいだったらこの2人でもいけますけどね。まさかボス級のやつはいないだろうからね。いやー、それにしても幸田さんがとかがね、また関わってくるとはね。お、あー、ここでドローン飛ばして見てんだ。音とかでバレそうだけどな。めっちゃいるな。うわー、これはまずいよ。来たぞ八神だ。わっ、いたずらしてないだろうな。幸田ちゃん可愛いから。 RK のやつらだって。相馬もいんのか。 SD カードが危なそう。ちょっと待った。大丈夫かつくも。お揃いのようですね八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。お、出た、登るやつか。僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか。いや、どこまでもつくもは有能だな。分かった、指示出してくれ。ほんと最高だね。ブレーンって必要だね、軍師というか。よう来やがったな八神。お、仲間の助けを呼ぶとはビビってんのね。杉浦君はあえて置いてないんだね。この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ。こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ、後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。優しい先生。どうやって助けんだ。うわわ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 わ。俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか。誘い出してなぶり殺しにするためだ。だよな。なら俺らが正面からただ突っ込んでくる。杉浦君後ろか上からこうさっと忍者のように。バレバレなんだよ。おお、あいつ銃持ってんじゃねえか。銃持ってる、ずるい。八神、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。作戦があるからね。奥の手があるんだ。おお、何。おい、あれ、なんだこの赤いの。お、なんか催涙とか。お、いや、もうずっと有能。仲間たちが有能すぎんのよ。すげえかっこいい。お、かっこいい。君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ。本当だよ。顔洗って出直してきな。かっこいい。もう大丈夫だ二人とも。こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛えのが嫌なら目閉じてな。惚れちゃうよみんな惚れちゃうよ。思いっきりやっちまっていいんですね。いや余裕でしょこれ。なんなら俺四角ボタン押さなくてもいいんじゃないってぐらい余裕なんじゃないか。おいたまらんな。えい戦闘前ムービーかっこいいよね。いやもうムービーで終わっちゃうんじゃない。あーなんか入ってきた。出たーゴリラーあお確かにとりあえずね。おおムービーで終わるかも。俺いらないかも。かっこいい。折れたんじゃないか。カムフ肘。おーおかっこいいな。いやもう余裕でしょ。窓から離れてくだされ。え、何してんの。窓から離れてくだされ。なんかすんのか。おいえいとりあえず数減らさなきゃな。よしえいハロー。とりあえず数減らして。うわなんか俺の目の前に投げてきたなんか俺のとこに投げなかったつくも危ないよ。荒いなんかはいこれも俺もいつものやついきますぞ。いやつくももなんか戦ってくれてる感じでいいね。ジャッジアイズはもう仲間たちのかっこよさがもう半端ないもんね。ちょうどなんかもう本当にプレイしてて気持ちよくなるかっこよさなんだよな。腰痛い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 。アイテムちょっと俺も準備が整うためにちょっと幕の内弁当食べます。日本酒も飲んじゃおうかな。飲めば飲むほどやっちゃおうかな。フランクル食べて。あ、でも酔いが足りないな。酔いが足りない。痛えあれはやらない。これいこうかな。うい減らしつつ。おお強いなこいつ。ほいえいよしこの技投げた後にやる技。えい新技かっこいい。おぶねおぶねおぶねちょうどゲージも過ぎ去っちゃったみたい。あーまあいろいろあるけど戦略はなまだ使うわけにいかんな。この雑魚たちもね攻撃力とかバカ強なんだなきっと。お前だよっしゃつかみが効かないね。うわすげえよしオッケーいきますぞ。よしダイヤモンドも砕いちゃうって書いてある。ジョジョっぽい。あ来るぞこいつ強いな普通に強いな。あー怖い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 。てか他のみんなはどこにいるんだろう。これは怖いぞ怖いぞ。野崎のコンビーフだな。プレミアムボスも飲んで、ボス贅沢三昧伊右衛門飲んでごま麦茶ペプシジャパンコーラ CC レモンマウンテンデューなっちゃんりんごは2個飲んでサントリーの天然水などビタミンウォーター飲んで全然回復しねえな。とりあえずこんぐらいでいいか。おっしゃこの雑魚普通に阿久津より強かったんだけどこのずっとさ鉄パイプ持ってサボかよってくらい強かった。倒したぞー。うわめっちゃ経験値もらったよかったね。ありがとう。天下のイケメン様だぞこっちは。ありがとうございます。さすがに反省しただろ香織ちゃんも。あこれ怒られるぞ。悪かったよ。悪かったよじゃすまんよ。俺が巻き込んだようなもんだ。まあでもそうね、それはある。悪いのはお前じゃない、 RK のやつらだ。その次が俺かな。かっこいい、かっこいい。少なくともお前が謝る相手は俺じゃない。そうね。あ、こいつも謝んのか、コーダに、コーダさんに。ごめんコーダ。あーよかったな。なんかじゃあ私もう帰るから。おー、ちゃんと謝ったから。ああああいんのかよお前。何怖っ。誰？いや一番やばいやつ、一番やばいやつだから戻って。一人でのこのこ出てきやがった。どういうつもりだ。お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ俺ら。へえ。あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。あ、そう言ってた。冷凍保存してんだってさ。5年もだぞ。知ってたか。知ってました。本当かは知らんけど言ってましたね。そのありかをネットに暴露すると言ってきてる。んなことになったら楠本さんは身の破滅。河合の死体には指紋やらなんやら彼女の痕跡が残ってるらしいんでな。ああ、でもそれが彼女のためだ。もうお前らの言いなりにならずに済む。まあここまでいったらもう自首した方がいいかもしれんな。権力者だ。替えが利かない。昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ。クズではあるけど今やしがらみを受け入れたこっち側の人間だ。まあもう公安ってこと認めたね。そいつらを守るのがお前の役目ってことか。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。俺はそのための必要悪だ。 CP9 みたいなこと言ってんなこいつ。ああ、例えば俺が潜入でなきゃ今頃登場界のヤクザたちはチリチリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態をいまだに把握できてなかった。登場界解散したヤクザたちを一つにまとめて管理してたんだ。 RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してる。むやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。結構悪いことしてるけどな。秩序の陰では必ず誰かが手を汚してるもんなんだよ。ああ、桑名も似たようなこと言ってた。戦いかやつと違いがあるとしたら俺はちょっと回復アイテム足りないんですけどこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時御子柴殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。まあそうね、その時はいずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ない。やっぱこいつが殺したんだな。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ。あった。そういきり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと。俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？桑名が？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。もうすぐ江原の裁判があるだろう。ほら痴漢なやつ。その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。絶対聞かない頼みだろうな。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。白崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。まだ言う必要はないのかもってちょっと思うよな。どうなんだろうな。別にこいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？楠本さんから息子を人殺しの子にしたくないって親心。そのくらい組んでやれよ。じゃあな。話せてよかった。変えるんだよ。まだ帰るには早いんじゃねえか。そうまうわあ、危ない危ない危ない。あーえええ、あかね、あかねちゃん、ああ、あれも急所を外し、これあ、カラー弾だ。あーペイント弾。うわあ、怖がい。大丈夫か。勘弁してくれ。うわあ、あの野郎。いや、あれもまだよかった、まだよかった。心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの。ああ、よかった。まんまとおちょくられたな。で、まだよかった、まだよかった。さすがにそんなことはしないか。俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。そうだね。八神さん、2人とも怖い思いさせちゃったな。惚れちゃうだろ。一つずつやっつけていこうか、海藤さん。全部いっぺんには無理だ。まずは江原のコースで桑名とその教え子たちに光を当てる。うん、この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。なるほど。文句なしの真実を突きつけてさ。まだ楠本さんの名前出さないのね。じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、タボ。お、頼んだよ八神さん。いや、惚れちゃうだろ。あ、何、やだ。超イケメンじゃない。超イケメンですね。うそ、マジで。急に目の色買いやがって。さっき海藤さんのこと好きそうだったのに一瞬。まあいいじゃん。幸田さんも「はあ」って言ってた。やっぱイケメンだよね。杉浦イケメンだよね。うん、それは俺もすごく認めてるから。一月後、結構経ったね。あ、控訴審直前。わあ、かっこいい。もしもし。キムタクっていろんなドラマやってるけど、弁護士はジャッジアイズシリーズが初めてらしいからね。検事はありましたけどね。寝坊しての通りしないよ、いくらなんでも。かっこいい。大丈夫。じゃあ裁判所で。よし、タクシーで裁判所に向かおう。これから江原の控訴審だ。はい、ということで、いや、スーツ似合いますね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。いやー、生徒たちがね、危ない目に遭わなかったってことはとりあえず良かったですけども、エンディングまで、怒涛の展開になると思いますが、とりあえず皆さんお付き合いください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ロストジャッジメント、ここからどうなるか全然わからん。